ヘイヨー、ケンツメシです。はい、今日もね、昨日に引き続き毎日ゴーレムドっていうのをやっていきます。さあ、昨日はゴーレムロケットでこんだけ結果を残せましたが、今日はこちらですね。なんとグローバルの間違えた、グローバル3位の方ですね。この方がこちらのゴーレムデッキ使ったので、ほうと、うん、なるほどねといった感じでパクりました。さあ行きましょう、レッツゴー。いや、なかなかね、最近やっぱヤギゴブとか強いんで、吹きゴブか。うん。ちょっとね、使ってみようかなと思います。さあ。早速。ウッドはいらなかったような気もしますが。なるほど。ベビードラ出して。まあ基本は多分ゴーレム以外で立ち回ってって感じかな。ここはライトニングかまして、ライトニングかまして、次はおっとホグか。おー、レベル低いな。頑張ってますね。ここに多分なんか細々系で受けてくる気がするんで、違ったか。アタクネク出して、まあいいザップだけど、まあアタクネクの防衛力ですねこれは。うん、ホグオーブンか。まあしつこくオーブンを潰してホグをエレキで止めてって感じかな。おお、なかなかいかついことで受ける。なるほど、うん、ここは野撃ですね。そうするとプリンスが入るんか。あー、しまったな。ザップ、いいザップですね相手は。さあ、ここでゴーレムですよ。で、一応ホグが来るんで、オッケー。さあさあさあ、これで形はできたんで、あとはスケルトン部隊が来るか。で止めて、この吹き込みが強いよね。ゴール出して、あー、このエリティは渋いか。一発上げよう届いた。オッケー、ナイスゲーム。なるほど、ゴーレム以外でアドを取ってゴーレムを展開して進んでいくって感じですね。うんうん、なるほどね。さあ、次行きましょう。あと2戦行きましょう。さあ、相手はどんな敵かな。待ちますね。あーん、渋い。防衛ライティングを打たざるを得ないかな。30しか、30しか、これどっちだと思いますか。皆さん投票してください。僕は30しだと思います。ほーらね、もう30し強いねんて。これライティングマジできちいからな、30し。さあ、これどうしようかな。まあそうなりますよね。さあ、こんな感じで一応防衛して、一応防衛して、え、吹きゴムそっち行くんかい。さあ、頑張れ頑張りとしか言いようがねえ。削れ破裂、
コウモリは倒せないがベビドラが入る。非常にいい仕上がりでございます。でも削られた時残っちゃうからな。なるほど、これはもうゴーレム展開して3クラウン狙いに行きますか。早く早く6撃溜まって、お願い、はよはよはよ。多分これ補助ババされるんで、オッケー、いい感じ。タワーがね、あれなった、あれがあれなってた。ウッディを転がしていい。さあ、いい感じの圧力をかけていき、さあゴールも出しますと。で367の方を削りに来て もう無視ですね。これはダクネク出して、まあ、事故らない程度にかな。こんな感じで処理して処理して、ああなるほど、ヒールか。オッケー、いい防衛。もうこれはチェックメイトでしょう。ナイスゲーム、よっしゃ勝てた、いいね。エリポンなしか。相手のデッキだって普通にあれでしょ、コジョババ30したよね今の。あー、ガゴがない番のヒール30しか。あのエリポンこっち入ってないんで、相手の名残石が腐ってましたね。よろしく、ラストでございます。さあ初手は基本待ちで、ジャイの場合は同サイドにレインを張ってカウンターですね。ただここでジャイスキラの場合はもうスケルトンラッシュのところは捨てて行かなければいけないんですよね。それが非常に厳しい。さあスケルトンラッシュですね、捨てていきましょう。いやエレキで防衛できなくはないんですけど、できなくはないよ、できなくはないけど、こうね、もう捨てちゃえば相手はもうねどうしようもない。うん、ベビータがどこ行くん。さあこんな感じで、うん、コウモリが強い。さあナイスゲームですね。もう捨てる、男は捨てましょう。ああそうだね、捨てよ。さあこんな感じで今日のゴールムドもなかなかいい仕上がりだったんじゃないでしょうか。さあ時間がもうちょっとだいたいね10分を目安にしてるんで、ちょっと雑談言おうかな。じゃあゴールムデッキなんだけど、あの次のゴールムアンケート取りますわ。はい、今このゴーレム使ってるんですけど、ポイズンのやつ入れてほしいのか、ゴーレムスケラか、あとは、そうですね、ゴーレスケか、ゴレポイか、みたいな感じだね。あと、マルチ用のゴーレム見たいって方もいると思うんで、そちらの方は、そうですね、マルチ用のゴーレは、一応自分が使ってるデッキとしては、こうかな。でライトニングがあと30枚でカンストなんで、一応こういうデッキ使ってるんですけど、まあレベルある人はダクネクをミニペッカのとこに、差し替えてもいいかな。でこのデッキ使う予定です、マルチは。で今シーズンが残り11日で、多分ベビドラはカンストしないけどライトニングはワンチャンカンストするかなって感じなんで、まあ今回これで、まあ一応展開は行きたいけど、ベビドラがちょっと渋いんで、ベビドラの枠を他のカンストのユニットに変えるかもしれないですね。あー、マスケットですがカンストしないんで、自分は。4コース、ベビドラってベビドラにしかできない性能があるんで、ちょっと CV ですね、変えるのは。けど一応、まあね、このデッキでマルチは潜っていく予定ですと。そうですね、やっぱね、今ね、マルチ何が多いかって言われると、TV 見ますか。
クロスボウですね。このクロス強いっぽいですね、このクロス。ウルトラがウッドだけか。へぇ、このクロスだったらまあ、作れないこともないね。クロスの並びだけど、あとジャイ、ホグジャイ。最近ネクロがじわじわとね、見直されてきてますよね。で、あとはスケルトンラッシュにって感じで、ゴールも全然いないですね。お、アナザーが持ってる。ジャイスキラー。これ、結果だけ見ますか。あー、やられちゃったか。まあ、あれだね、スペルがちょっと、ヤナメザップなんで、30石にボコボコにされた感じかな。てな感じで、やっぱね、今ね、ゴールも少ないですね、なかなかに。でも、その中でも頑張ってやっていきたいと思います。では、今日はここら辺で終わりにします。では、飯食べてきます。